あのさ、スイング改造とかするじゃん。あれってベスト更新してもさ、スイング変えちゃう。俺もそれすっごい気になってる。気になってる。どっちなのかなとか、どうするのかなと思って。さらに上を目指すために変えるのか、うん、でもベストを出たわけじゃない、うん、だからそのベスト出たものを磨いたら絶対ベスト止まりってことはないじゃん。さらに上行くはずじゃない、うん。そのままの練習してても。うん、精度の問題だから、うん。だから変えちゃうのかなと思って。平井博明のワンナップゴルフ。俺はスイング変えない派だから、全くその気持ちはわからないんだけど、でも変える人多いよね。プロで変えるでしょ、勝っても。複数年シード取ると変える人がいる。あー、余裕できるからってこと。そう。単年シードだと、あんまりないかなっていう、ね。まあ女子プロ超有名どこでもいるよね。シャロをやめてたやつでしょ。うん、そう。でもやっぱさらに上を目指すためにな、名目上そうだと思うけどね。そうだよね、うん、そんなダメになるのも分かっててやらないよね。やらないよね。そうだよね。だからでも勝ってんだよね。やめたら前ので勝ってんだよね、うん、前のスイングで。あ、やめたらでしょ。やめたらもそうだし、うん、やる前、やる前が勝ってて、いい成績が、そう、うん、で、そうやっちゃって、そうやめたら勝ったんだよね。やめたら次の週か翌月ぐらいに勝ったんだよね。だそういうのもあるし、それはもうスイング改造とかその理論自体の話になってきちゃいそうだけどね。ああ、そうかも。ね、うん、すごく有名どころの選手でスイング変えてるじゃんっていう人いるんだけど、うん、その人ってマイナーチェンジをしてるんです。まあ、そう。フルモデルは変えてない、うんうん、そのちょっとしたところを変えてやって、うん、コーチをつけてやってるから、だから常に上にいる、うん、それだったらそのより良くしようって思うっていうのはすごくわかるんだけど、フルモデルチェンジするっていうのはもう物が違うじゃん、うん、だからすごく、まあ、ギャンブル性が高いよね、うん、怖いし、もちろんね、全てやってみないかわかんないんだけども、でもプロだとあれよね、そのもの自体を良くするっていうより、うん、ブレを少なくするためにやるみたいな、うん、ブレってその体のとかじゃなくて、その振り幅っていうか、うんうん、そう、安定感を高めるために、うん、例えばその年間通してとか、うん、だからあのプロ野球のさ、山本由伸、うん、あ、今あのドジャース行っちゃったけど、うんうん、もう何年だっけ、3年連続投手難関みたいな、もう超無敵だったんだけど、うん、足上げなくしたシーズンがあって、うん、足上げた方が早く投げられそうじゃん、うん、上げなくしたんだよね。でもそれは多分その速い球投げるよりも安定感を求めたみたいな、うん、でもそれってさ、ずっと勝ち続けてるのにそうなんだみたいな、まあ、結局年間通してこの先もずっとみたいな感じだから、ちょっと違うかもしれないね。だからプロってそのアマとは、あ、そう、アマは瞬間、瞬間、そう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 、ね、その1日だけ良きゃいいっていうのもあるし、そう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 、ね、行く日数もね、うん、違うしね。だから取り入れる理論が違うんでしょ。そう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 。全然違う。別にだからそのプロで何、平井君も試合出た時は、うん、一発ドライバー飛ばそうとかじゃないわけじゃない。そうだね。やる、もうそもそもやるものが変わってくるもんね、練習も。そうだよね。だけど、だけどっていうか、だからこそプロの方が簡単なことやるもんね。ああ、そっか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 。だからそれをアマチュアの方が、例えば俺のやってることなんてもう到底誰でもできるからね。もう本当に何だろう、難しいことはやってないから、みんなできることやってるんだけど、明らかに動画を見て難しいなと思うことっていうのはもう難しいから、絶対に。見て理解できないものっていうのはそれなりに覚悟した方がいいね。時間もかかるし、体に負担もかかるし、ああ、そんなのわかるよっていうネタをやった方がいい。ああ、当たり前じゃんみたいな。そう、そう。それをいかにちゃんとできるかどうか。これが大事よね。なかなかそれって難しくてさ、ちゃんと完璧にやるって、どんな簡単なことでもやっぱりね、うん、大変だし、本当にそれだけでスコアになるんだよね。うん、それぐらいこう、すべてが詰まってるから、あんまり難しいことはやらない方がいいですよ。十分ゴルフになるんで、年に数回だったら。でもアマチュアの方があれ？スイング変えてる感じする？いろいろ変わっちゃう人もいるし、あの変えてる人ももちろんいるんだけど、うん、多いなぁ。すごく、俺が意識してることって、まあ1、2個
だったりするの常に意識してるみたいな、ね、うんうんうん、でその日の体のコンディションによって一個がベースでもう一個を変えたりとかするんだけど、でも毎週違う意識をされてるアマチュアの方多いよね。ああ、どっから来たのそれっていう。 YouTube。 ほうほう次練習行くまでにほら動画見て、あ、そうなんだ、じゃあこれやんないとってなるから。なるほどね。うん、なるなる。あら、先週よかったのにっていう人はポペるよ。あのまま今週迎えてたらもうめっちゃくちゃよかったのにっていう。しょうがない、動画出てくるからいっぱい。あ、そうか。うん。そうだよ、ね。そう。難しいんで、ほんと難しいんで YouTube って。でもあれじゃない、小窟見ててまた小窟出てくるから小窟してればいいんじゃない。まあそらそうだよね。うん。ずっと小窟してればいいから大丈夫だ。じゃあそらそうだわ、全部小窟。本当にあの検証に気をつけてくださいねやるのは全然いいんですよ本当に。僕が進めてないだけで全然あの やっていいと思うんですよ。ただ本当に怪我だけは気をつけてください何の動画これ。注意喚起、小窟の検証への動画だって。そうそうそう、うん、気をつけてくださいねっていう動画です。もうスコアよりも体の方が大事ですから何の動画健康第一っていう動画。そう、スイングっていうのは本当はね、直す直さないっていう判断をしてもらいたくないんですよね。いかにそれをずっとまあ継続できる自信を持てるかどうかが大事なので、前も動画でサロンかななんかで言わせてもらいましたけど、とにかく自分のスイング見てみてください。大事です。これはカットかな。スイングはあんまり変えない方がいいです、本当に。自分の触れるスイング、ちゃんと再現性の高いスイング、どういう動きが10回振ったら10回動けるかをやってみてください。難しい動きって難しいですよね。10回振って10回動き、同じ動きって難しいじゃないですか。同じ動きが10回できなきゃダメなんで、ちゃんと動ける簡単なスイングを身につけましょうっていう動画です。ベストが出たら変えない方がいいですね。もうそのベストが出たスイングがもう一着か一着なんだったら変えてもいいと思いますけども、難しい方に変えないでください。簡単な方にまあいろいろ入れて、よりシンプルなスイングを目指していけばよりいいスコアが出ると思いますので、ぜひそれをやってみてください。いいですかね。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。